ごきげんよう、じおはようじ、どうも近藤よじです。はい、今日はですね、まあ何をしていくかと言いますと、僕一応ね、モデルとかタレントとかで芸能人としてやらせていただいてるんですけれどもですね、その中で自分の名前をね、やっぱ検索すること、まあエゴサーチをすることが結構あるんですけれども、そこでね、なんかすごく面白い記事を見つけたので、皆さんと一緒にこれを読んでいって、まあ真偽のほどをね、皆さんと一緒に確かめていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。はい、というわけで面白い見つけたサイトがこちらですね。近藤よじの熱愛がついに発覚、彼女はあの美女だった。はい、なんかね、こういうなんか激ヤバ芸能人の噂裏話スキャンダルの大暴露っていうサイトなんですけど、まあ他の方の記事は読んでないんで、まあこれが嘘だらけっていうこともありえますので、もしかしたら本当かもしれないしね、まあ、ちょっとまあバレちゃったかなっていう感じがあって、ちょっと焦りました最初このタイトル見た時に。ちょっとこれをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ということで、まずは今夜比べてみましたに出演したことで人気に火がついたのが近藤よじさんですね。雑誌のモデルや歌手デビューを果たすなど、今後の活躍が期待されるイケメンモデル、まあ、この記事書かれたのは多分ね3年前ぐらいなんですよね。そんな近藤よじさんには熱愛中の彼女がいるとの情報があるのですが、ご存知でしたか？いや、俺はご存知なかった。皆さんもご存知でしたか？彼女だと噂されているのは次から紹介する5人です。結構多いです。すごい、チャラ男みたいじゃん。5人も噂あるんだって。じゃあ1人目からいきたいと思います。1人目はこちら、藤田ニコルちゃんですね。藤田ニコルちゃんが彼女近藤よじと男女関係に、まあ、18歳の藤田ニコルさんって書いてるんですけど、今現在は20で今年21歳なので、近藤よじさんと藤田ニコルさんの熱愛が噂されたのは2016年2月頃。ファッション業界のカリスマを通じて2人は知り合い、年齢や考え方が近いことからすぐに意気投合し、そのまま交際に発展したとか。この画像は結婚式の画像なんですけど、結婚式のアプリかなんかのね、PR の時のお仕事で、2人でタキシードと、ウェディングドレス着て、ケーキ入刀とかやったんですけど、2016年5月を境にして、2人の愛の厚さは冷えていき、彼氏彼女の関係ではなくなったようです。3ヶ月で終わったっていうことですね。まあ、僕、ニコルのね、連絡先知らないんですよね。仕事ではね、結構何回も一緒になったりしてるんですけれども、お互いこう、なんだろうな、変なノリみたいな感じなのがあったけど、連絡先交換しないみたいなノリになるのよ、いつも。交換するしないみたいな、するしないみたいな、こう、お互いなんかこう、連絡しないしないみたいな感じのノリがずっといつも続いてるんですけれども、だから本当に、連絡は取ったことないし、プライベートでも遊んだことないですね。うん。1人目はちょっと嘘でしたね、残念。あと4人はどうでしょうか、見てみましょう。次は、こちら。近藤よじは同級生の剛力彩芽さんに一目惚れして彼女に。近藤よじさんと同じ1992年生まれなのが剛力彩芽さんです。近藤よじさんは彼女にするなら年齢が近い人の方がいいなと語っているところから、2人は熱愛関係にあるのではないかと噂されるようになりました。どのような接点があったかは不明ですが、近藤よじさんが音楽関係に進出され、さらにお世話になったのが剛力彩芽さんだったという情報もありますということで、先にちょっと謝っておきますね。前澤さん、100万円だけください。でもあれめちゃめちゃすごかったよね。俺応募してない、ああいうのね、応募するのちょっと恥ずかしい人間だからね、絶対当たんないと思っちゃうんだよね、あんなの。まあそんなのどうでもいい。はい、音楽の共通点やファッションに関する考えが近いこともあり、あの子ちょっといいかもと身近な人に漏らしていたそう。僕がアヤメさんいいかもって漏らしていたそうですよ。一方、剛力彩芽さんは仕事に集中したいために恋愛には手を出さないと決めています。ねえ、これ嘘ばっか。だって前澤さんともこうなのにね。近藤よじさんは何度もアタックを仕掛けたようですが、一向に振り向いてくれず、とうとう諦めたのだとか。あんなイケメンが虜になってしまうぐらいですから、剛力彩芽さんはとても魅力的な女性なんでしょうね。剛力さんは僕が音楽番組のレギュラーをしてた時に一度ゲストで来ていただいたことはあるので、実際拝見したこともありますし、お話ししたこともあるんですけれども、本当にカメラ回ってないところでお話はしてないですし、もう本当にでもお綺麗な方で、まあ、あの子ちょっといいかもっていうのは言ってないですね、さすがに。しかもアタックもしてないということで、これはもう本当に前澤さんに申し訳ない、風評被害。次、3人目はドドン、近藤よじは前田敦子さんに熱愛しているという噂もということなんですけど、まあもうすでに結婚されてますから、なんとも言えない。でも3年前で、もしかしたらあるかもしれない。ちょっと読んでいきましょう。1991年生まれの前田敦子さんは近藤よじさんと仲良しだという情報は昔からありました。
音楽番組や他の仕事で共演したことがきっかけで2人は急接近し熱愛関係に発展したのだとか、今の僕の彼女と近しい友人に自慢げに話していたそうで2人はラブラブだったと伺いますということで、まあただの僕痛いやつですね。もう本当に付き合ってもないのにこう見てこれ俺の彼女みたいな、まあでもそういうの、そういう時期ありますよね。普通にね、あのそのアイドルの画像とかを見てこれ俺の彼女なんだよねとかいう時期はありました。その高校生で終わりました。そんなもの。前田敦子さんはでも僕あの音楽番組でも他のお仕事にも共演したことがないので、まあ、本当に勝地さん申し訳ないです。まあ本当にお幸せになってよかったです。あのすいません、ね、なんか嘘なんで気にしないでください。あのでもあんま元彼とかあの気にしないタイプですか、どっちですか。勝地さんに向けての動画になってるけど、次が同級生 M って書いてるんですけども、 M って書いてるけど同級生 M が全く見当たらないの でこの画像にあるアンナは A なんですよ。 M がいないのでこれはちょっとよくわかんないので飛ばします。まあでも最後はこちら、ドン、実は白石麻衣さんが近藤洋二の本命彼女だったということで、近藤洋二と同級生である乃木坂46所属白石麻衣さんが彼女という噂はあまりにも有名ですよね。え、聞いたことあるでしょみんな。いや本当白石麻衣さんがあの彼女だったのは有名ですよね。皆さんね、有名だと思いますわ。お互いの知り合いを通じて紹介してもらい、同級生ということで話が弾み、友人としての関係をスタートさせた2人。最初は何でも話し合える友人という立場でしたが、親密になるにつれて友達相手には感じないドキドキを味わったそうですね。近藤洋二さんはその時点で白石麻衣さんを一人の女性として意識するようになったのだとか、自然と2人でいる時間が増え、いつしか熱愛関係に発展したのだそう。どちらが告白したのかまでは不明ですが、とても息が合う理想のカップルとしてファンは祝福していました。ファンの人に白石麻衣さんの死の字も言われたことないですけど、ところがお互い多忙のためデートする時間もなく自然消滅という形で終わってしまったということで、まあ、こういう感じでね5人の彼女いましたけれども、まあ白石麻衣さんも僕あの仕事で共演したことないです。本当になんかもう俺もう本当に売名行為だと思われる。こんだってみんな有名じゃん俺以外、申し訳ないな本当に。まあ噂されるほど、まあ俺がまあプレイボーイってことはまあ皆さん分かってもらえたと思いますが、この間ねエゴサしたら言われてたのが、埋没二重目頭切開鼻ヒアル唇ヒアルって言われてて、本当に俺何も本当に何もしたいんですよ。もうどうやってやったら整形したいって言われるのか分かんないんで、まあ、なんか情報があればそれをまた検証動画みたいなのもしたいと思うのでコメントください。まあ、ネットの情報なんかもうね嘘だらけですよ。本当のこともありますよ、それはもちろん。身長169cmとか、もしさ推しのアイドルとかがさ、まあ、推しの芸能人とかが噂されてても本当に信じない方がいい。あのまあ取られちゃう、終わりよ、取られちゃう。まあでも友達でも取られるからね。友達で2人で会えててもやっぱ取られてね、ザイとか言われるじゃん。さすがにでも、まあ、チューしたりとか手つないだりとかしてもそれもアウトですけどね。もし俺が取られてもそんな気にすることないと思うよね。むしろでも、まあ、俺のファンの子は結構ね喜んでくれる子が多いと思うんだけど、ああようやくみたいになると思うんだけど、芸能人も大変だね。まあ、俺はその取られる方の有名じゃないからあれですけど、という感じで僕 あの過去の5人の女がバレてしまったということで、なんかすいませんって感じで終わりたいと思いますけど、まあ皆さんもなんかお時間があったり暇だったりすれば近藤洋二で検索して、あこういう情報もあるんだ、ウケるって書いて調べてみてはいかがでしょうか。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。